ベクトル粒子は、スピン量子数が1である、ボース粒子である。標準模型における、素粒子とみなされている、ベクトル粒子は、ゲージ粒子、すなわち、基本相互作用の力単体である、電磁相互作用の光子、弱い相互作用の W ボソンと Z ボソン、そして強い相互作用のグルーオンである。また、複合粒子である、ベクトル粒子は、クオークと、反クオークから構成されている。 ベクトル中間子などがある。かねて1970代から80年代を通して中間ベクトル粒子、中間質量のベクトル粒子は高エネルギー物理学の主要なトピックであった。W ボソンと Z ボソンはヒックス機構により質量を獲得しているゲージボソンであり、ヒックス粒子との相互作用が比較的強い。2012年7月4日に 欧州原子核研究機構で行われている LHC 実験によって発見されたスカラー粒子はヒックス粒子である可能性が高いがヒックス粒子との相互作用が強い W ボソンや Z ボソンはヒックス粒子の生成過程において重要な役割を果たす。この反応は以下のファインマンダイアグラムに示されている。二つの電弱ベクトル粒子が スカラーヒックス粒子へ融合する反応のファインマンダイアグラム。これは粒子加速器でヒックス粒子を生成する際に重要な過程の一つである。ベクトル粒子という名前は場の量子論から来ている。そのような粒子のどの軸に沿ったスピン成分も三つの固有値、例、およびを持つ。これはそのどんな測定値もこれらの値のうちの一つのみをとる。 ことができることを意味する。それゆえ、スピン状態の空間は3つの自由度を持ち、これは3次元空間のベクトルの成分の数と同じである。これらの状態の重ね合わせは、ちょうど回転ベクトルの空間成分と同様に、回転の下で変換するように取られる。ベクトル粒子が場の量子としてみなされたとき、この場はベクトル状であり、この名前の由来となっている。 ありがとうございます。